今日のお天気を確認していきます。今日は台風一過となるエリアがありそうです。山口さん、今日よく晴れるエリアどこちらになるんでしょうか。はい、そうですね、はい、昨日と一転して晴れてくるのが東海地方なんですよ。はい、で現在いただいているリポートをご覧ください。はい、もう青空の広がっているところも、ね、ありまして、久しぶりの青空とご報告をいただいた名古屋市区の方からのリポートです。快晴、絶好の洗濯日和になりそうといただきました。気温も上がりそうというコメントも、ね、いただいているんですが、はい、朝からこれだけよく晴れているとまた昼間気温ぐんぐん上がっていきそうです、ね、そうです、この後も、はい、暑さを感じられるような、そんな日中帯になりそうなんですよ、はい、で現在の雲画像をまずご覧いただきましょうか、はい、東海地方、岐阜県の飛騨地方や三重県の一部で曇っているとかは、他はですね、もう広く快晴ですよね、はい、皆さんからいただいているご報告を見ても影はっきりとこういうような分布かなり広く出ていまして、はい、今日この後も青空広がるエリアが多くなるというふうに見ています、はい、でその晴れの天気、日差しによってですね、気温が上がっていきます。で今日の気温予想、そして、天気アイコンをご覧いただきましょうか、はい、このように、名古屋、岐阜、昨日より8度上がります、はい、岐阜ではもう30度近い暑さですよね、名古屋や静岡も28度まで上がって、やっぱり日差しの下では暑いとこういうような一日となりそうです、はい、ですのでこれ屋外での運動や作業などされる場合はちょっと熱中症についても注意をしていただきたいというふうに見ています。季節が戻ったようなそういった体感となるところも中米リア東海付近多くなりそうですので、十分に注意していただきたいと思います。